ぱり楽曲が可愛い感じなので、こう可愛らしさもありつつ、でもサビがちょっとあの強い歌詞だったりするので、そういう歌詞に合った振り付けなんじゃないかなって思いつつ、めちゃめちゃ楽しみです。振り付けの先生がラン先生なので、みんなも真似できると思うので頑張って覚えてください。ラン先生の振りはすごいキャッチーで真似しやすいから、なんか振り付け、私ダンス苦手なのでちょっと簡単だとすごい好きなと思いつつファンの皆さんも一緒に真似して、みんなでなんか盛り上がれる楽しい可愛い曲になったらいいなって思います。でも感想がなんか早いから、ちょっとダンス難しそうだなってちょっと心配なんですけど、頑張ります。頑張ります。頑張ります。本日初めてのフリーでよろしくお願いします。今回はですね、振り付けさせていただきました。まず曲とそのメンバーを見た時に、あー素晴らしいってなって普段枯れ合いのイメージが、その9人の時とまた3人とじゃだいぶ印象変わるなっていうので、すごいそこを悩みながら振りを考えたんですけど、サビが結構そのじゃねえかとか結構印象強い言葉が多かったので、すごい印象強い振りにしたいなと思って、すごいもう全力で面白さユニークさをやっても、最終的には可愛いってなる3人だなと思ったので、全力でやってもらいました。特にもう常に踊ってる時ピョン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 してるので、ファンの方も真似してほしいっていうのと、そのやっぱそのコール&レスポンスもたくさんしてほしいなっていうのと、いい意味でぶっ飛んだり寄せて作ったので、新たな3人をたくさん見てほしいなと思います。超可愛くてもうテンション上がってて、あの面白い良さもあるし可愛い良さもあるし、あのみんながみんな違うことをやってるところもあるので、見どころがたくさんで、やってて楽しかったので、みんなに早く見せたいし、真似しやすい振り付けになってるので楽しんでください。振り付けはなんか自分も思ってたよりもなんか簡単な感じ、もっと難しいと思ってたので簡単だったから結構ホッとしたんですけど、でもなんか角度とかですごい可愛く見えるかそう見えないかが決まるから、なんかいっぱい自主練頑張って、もうラン先生みたいに踊れるように研究を頑張りたいって思いました。あとは振り付け、みんなファンの皆さんも振りコピーしやすいと思うから、早くライブで披露したいです。楽しみです。はい、振り入れが終わったんですけど、最初振り付けがラン先生って聞いても絶対可愛いだろうなと思ってめちゃめちゃ楽しみにして
く可愛い要素だったり、あと面白い要素とかも振り付けで入っていて、なんか今までにこう今までの彼愛の振り付けとはまた違ったこう新しい要素もあって、すごく皆さんにお披露目するのがとっても楽しみです。ここから3人でまた振りとかをたくさん合わせてめちゃめちゃ最強に可愛く仕上げたいと思います。楽しみにしててください。